ただ、どういうわけか魔王はネフィーを膝の上に乗せるのだ。そしてネフィーの白い髪に手を伸ばしては引っ込めたり、謎の動きを繰り返す。ネフィーも動揺しているが嫌がってはいないようだ。あ、ネフィーよ、装甲を動くなよ。はい。フォルが撫でられてるのを見て羨ましくなってしまったのか、二人きりの頃にはなかった変化だ。なんかこういうのも悪くないな。じー、どうしたフォルよ。開いたけど